On reprend sur ta sentinelle. Et 3 jours que j'y ai pas touché. Je sais plus du tout d'où nous en étions. Ce qui est embêtant. Plus de ça, entre temps, il y a eu le Z-Event qui est passé. Bon, toute mon attention était sur regarder les streams. C'était beau, ça a été beau. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, il y a les 57% qui nous restent. Ah, lui, 55. Il est vrai. Bah, ça doit être celui qui a le moins de pourcentage. Ouais. En plus, il y avait longtemps. Ah, mais... Regardez-moi tout ceci. C'est beau. Bon. Beaucoup. Bah, reprendre coup d'abé. Est-ce qu'il y aura de nouvelles révélations? Ah, c'est une nouvelle journée, non? Oh. Yo, Jiro. Kaerouze. Ah, que je regarde vite fait. Ah. Un film. Et après, je ne sais pas. Oh, Soya. Iko, iko. Maga tochiu datta. Ah bah, c'est pas barre. Bon. Bon. Amiguchi-kun no ie ni ikou to iwanai nda ne. Ano game kuriya shita kara na. Ma, kyou wa omae ni tsukiyau ze. Doko iku? Attendez, depuis quand je dois appuyer sur le bouton? Ce n'est pas normal. ビグチンチにしとくか。俺はどっちでもいいけどな。うん。例のビデオ残ってるかな。うん。レントリーは行ってみるか。行こうぜ。カバン忘れんな。 Avant, ça parlait d'une vidéo au vidéo club qui est méga rare et tout à trouver, je crois. Un nouvel endroit d'ailleurs. Non? Ah non. Elle y est pas, c'est ça. Vidéo yaga yasumi nante. Ano yosu da to. 当分開かないだろうね。ガラス割れまくってたし。ガス爆発事故に巻き込まれたんだな。テレビでやってたあれ。あの店だったんだ。古くなったガス管からガス漏れで爆発。ビルが一部崩れ、広範囲で窓ガラスの被害。 7時台のニュースでやってたな。Oui, c'est vrai qu'il y avait どうする？ふてくされて帰るか。そうだね。ほら。三浦君じゃないか。こんなところで何してるの？学校から君をつけてきた。Mais pourquoi？一体どうしたの？説明してくれないか。 君がそうやってとぼける理由だ。君は騎兵の搭乗員だ。
どうやって騎兵を起動させた？騎兵？何？忘れたというのか？つい先日ここで起きたことだ。ここで起きたって、ここで起こったガス爆発のこと？その事故なら知ってるけど。ガス爆発じゃない。君が、あの向こう側に騎兵を転送した。転送？映画の話か？そういうのあったよな。ああ、そういえば、千葉君に借りたビデオにあったね。十郎君、君は誰と話してるんだ？ What？ Est-ce qu'il voit des gens qui sont morts？ まだ紹介してなかったかな。紹介するよ。同じクラスの芝九太君。どこにいる？芝君ならそばにいるじゃない。いや、ここには君と私だけだ。やだな、三浦君。あれ、確か前にもこんなことが。この間貸したやつどうだった？見たよ、借りた映画。でも今日はテープ持ってきてない。返すのはいつでもいいよ。それより映画の感想は？追い詰めた犯人が体に乗り移って、結局主人公が犯人になるなんて、好き嫌いの分かれる結末だと思うよ。そうか？俺はいいと思ったんだけどな。ちょっとブツブツ独り言言うのおかしいよ。あんた大丈夫なの？独り言じゃないよ。じゃあ誰と話してたのよ？イカシュビザージュ。シバ君と話してたんだ。シバ？何なのそれ。クラスメートの芝九太だよ。クラスにそんなやついないよ。え？でもさ、とは、浦部君、知るかね？分かってる。プリントだろ。それより沢渡さん、如月さん、おかしいんだ。芝君がいないだなんて。芝、誰？そこにいるだろう。黒部君、芝なんて人ここにいないよ。大丈夫？別にいるな。柴くんも何か言ってよ。みんな意地悪だな。幽霊と話してるっていうオチ、冗談なら面白くないよ。別の、いるな。俺が幽霊ね。女子のジョークはセンスがないよな。行こうぜ。芝君、どうした？もう行くぜ。僕たちってさ、ずっと一緒だったよね。そりゃ小学校からの腐れ縁だからな。
なんだよ、お前まで。どうも引っかかるんだ。女子の冗談真に受けんなよ。考えてみれば変だ。ほら、おかしいぞ。小学校で芝くんと一緒だったのも、中学のことも思い出せない。芝くん、僕と一緒だったって言うけど、君との思い出を具体的に何も思い出せないんだ。なぜだと思う？さすがに矛盾が多くて気づくよな。何の話？ここのところ無理な記憶操作をやりすぎた。難しいことを考えるな。わあ、ソラ、ちゃんとビデオを持ってけ。次の記憶のやつだ。帰ってじっくり見るんだ。わあ。待ってくれ。落ち着いて。思い出したんだ。彼は、芝君は。僕にしか見えてないのか。お前にしか見せてないからな。うまくやらないとこういうボロが出るんだよな。君は何なの？合成人格489、つまり芝九太だ。我ながら適当だよな。お前の性格に合わせて作ってみた。こういう人格の方が話しやすいだろ。芝九太。逃げたってもう遅い。お前の頭の中には映された記憶がみっちりだ。安心しろ、俺に任せとけば問題ない。そうさ、俺の記憶がな。落ち着くんだ、誰もいない。はっきり見えてる。何も知らずにいた方が楽なのに。バカだな。芝君の記憶を僕に移すって。芝じゃない、俺が泉十郎さ。どうせこのことも忘れちまうんだ。ああ、騒げば変人だと思われるぞ。さあ友よ、新しいビデオだ。おかしな現実はいっそ忘れろ。これを見ろよ、面白いぜ。お前の頭をきれいにする。やめ。16。What? 육수스테야. 손 lui du passé qui essaye de revenir à la surface, entre guillemets. C'est vrai qu'il avait perdu la mémoire. Mais.Alors que ce soit un gars totalement lambda, ou là où on a greffé les mémoires d'un. Vraiment de quelqu'un d'autre. Parce que le corps de l'autre était mort, entre guillemets. Ou c'est lui de. C'est son lui du passé qui veut ressurgir. Ouais, ça peut le faire. Ah! Shu Amiguchi. Mais juste question, mais qui jouait alors chez Amiguchi?Aux jeux vidéo. Bon, enfin, lui, peut-être qu'on va apprendre beaucoup plus.
どうも頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。Et ça beaucoup plus sur. C'était lequel qu'on avait fait ? Ah oui. Cette zone. L'extérieur de la zone résidentielle. Télévi の中の Inaba Miyuki が言うように壁はあった。この世界は30キロメートルほどの隔離された空間。ユキちゃんと二人で夢でも見ていたと思いたいよ。夢の中で俺は伊田哲也と名乗っていた。姿は俺でも名前は違う。夢の中で彼女はドロイドと呼ばれる機械の体に入っていた。自分の体がないってのはどんな感覚だろうか。彼女の言った通り街の外には外壁があった。彼女の話よく聞いてみるか。ユキちゃんとの念願の初デートを堪能するはずが、とんだ大ごとに巻き込まれちまった、はあ、見て見ぬふりして恋に没頭ってわけにはいかないよな。ユキちゃんいるかな。あ、ユキちゃん。Est-ce qu'elle se souvient, elle? Attends. Suite, Kunna. あのトンネルにもう一度戻ろう。ビデオを撮ってテレビ局に送るんだ。あれが真実ならみんなに伝えなきゃ。こっちはそれどころじゃないんだよ。え？待てよ。あんな大事件より大変な問題なんかあるかよ。補修だよ。補修？あ、小テストがひどすぎて転校の時の試験が疑われてんだ。いつもならバックレちまうが、なっちゃんと同じ学校になったのに退学にされちゃ困るんだ。 OK。トミがいるな。まったく俺は何を意識してんだ。あれは夢で俺の気持ちとは違うだろう。でも鉢合わせると気まずいな。なんか冷たいものでも飲んで頭を冷やした方がいいか。糖分が足りてない。ともかく燃料補充だ。Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ah, du sucre, vaut mieux un. Et ici, un jus de pomme. Yuki-chan no okiniri. Yappari mayottara kore da yo ne. Boivons. Kono amazuppasa ga tamaranai. Tōbun mo totta shi, kangaeru ka.誰に相談しても
信じないだろうな。さてどうしたもんだか。網口くん。なんだ。クラベくんか。今日も一緒にいていいかな。別にいいけど。それじゃあ今日は君の家にでも行こうか。家に保護者いないって言ってたろ。行ってみたいな、クラベくんの家。ばあちゃんは親戚の家に行ってる。でも今はちょっと面倒な曲がり人がいてさ、だからまずいんだ。そっか。じゃあ俺の家行くか。うん。Bah, ça va répondre aux questions alors directement posées juste avant. Oh là là, ce timing. もういいのか？うん。飲み物。炭酸しかないんだ。喉乾いたって言ったろ。じゃあ、本セットありがとう、網口くん。暗くなってきたな。もうそろそろ飯食いに出るか。一緒に行くだろう。おごるぜ。この前もラーメン代出してもらったし悪いよ。じゃあ今日はもう帰るのか。行くけど自分で出すよ。おかえ。お貸したビデオ見てくれた。当然だろ、君のおすすめだからな。もう全部見たの？どうだった？マニアックな筋書きだった。意識だけになったマッドサイエンティストがアンドロイドの体で復讐していくだなんて面白かったけど一般受けはしないな。B 級 SF ホラーの名作だよ。Attends, mais les cassettes, c'est les souvenirs de Kelabé. On est d'accord. Et les cassettes qui prêtent. Est-ce que après. Inaba. Miyuki. Pardon. Où ça? Amiguchi-kun a monté le record.洋楽ばかりだと思ったけどこういうのも聞くんだ。稲葉みゆきって最近人気のアイドルだよね。え、いやそれは試しに買ってみただけだよ。もしかしてクラベ君ならテレビのことを話せば信じてくれるかな。でもなんて話す？下手な説明じゃただのアイドルの熱狂的ファンに思われかねないぞ。やっぱやめとくか。腹が減ってきた。飯食った後帰るのか？網口くん、もう少しここにいたら迷惑かな。今晩も親父は愛人のところだろうし俺一人だから別に構わないぜ。ありがとう。なんか家に帰りたくない理由でもあるの？ともかく飯行くか。
C'est bien le danger. ついでにレンタル屋行って、なんかビデオでも借りてこよ。そうだ、忘れてた。ビデオ。また忘れないうちに渡しておくよ。あの SF ホラーの続編。持ってきたんだ。君のビデオだよ。俺の？そう、君と俺のね。記憶の転送完了。さあ、目を覚ませ重郎。いや、426と呼んだ方がいいか。俺がわかるか。伊田哲也か。その姿、ずいぶん時間が経ったようだ。寝起きはいつも同じセリフだな。お前が死んで3年、来年は22世紀だ。感じるよう設定しておいた。俺の指示には従った方が利口だぞ。今のお前はドロイドだ。意識は電子頭脳に収められている。俺の記憶情報をセクターゼロから引き出して再生させたのか。お前の研究について答えてもらおう。地下にある未来のコンピューターについてはお前が一番調べ上げているからな。何が知りたい？お前があっちで最後にしていた研究だよ。インナーロシターで人間の脳に記憶をダウンロードする研究さ。俺が引き継いでやる。詳しく話せ。記録には記憶移植は成功したとあるが、実験データが全て消えてる。なぜ消した？この方法には問題があるのか？まだ寝ぼけているようだな。起こしてやるよ。まだ寝ぼけているよ。あ、ロッキー。あ、ロメシャン。あ、アプリスでズレ。わっ、あ、侵入したな。かなり前から何度も俺を再生している。 D の製造ラインに割り込む方法までお前に教えてるじゃないか。ダイモスコードを扱うのは危険だぞ。どこまで見たんだ。油断も隙もない。このブリキ頭に俺をコピーしては利用した後消去したわけだ。お前は危険だからな。余計なことをされる前に始末する。伊田くん。あ、ウィー。どうしたんだ。森村さんから話は聞いたわ。この世界の如月富に私の意識を移すですって。
んな恐ろしい計画どうかしてる。待ってくれ、君は人間に戻れるんだ。別の人間を犠牲にして。彼女は君だろ。君の心を君の肉体に入れるだけだ。何の問題がある。私は死んだのよ。今の私は如月富を真似る機械。心は本物だ。君は君じゃないか。まだわからない。もう伊田君といた女の子は戻らない。たとえもう一人の私から肉体を奪ったって。頼む、君がいなきゃ俺は。あなたが好きよ。でもこの計画には賛成できない。それで俺を起こしたのか。だが思い通りにはならないようだな。誰？いや、これは見たところ君の失敗は如月富をドロイドとして起こしたことだ。黙って最初から肉体に移せば何も知られず目的を遂げられた。黙れ。泉十郎。はい、イリクスタの囚人426号の泉十郎なのね。なぜ起こしたの？君と同じだよ。利用されるためにその男に起こされた。Ne crois pas à ce qu'il dit. どうして彼を？ちょっと技術的な確認をしてたんだ。すぐに消去する。心配するな。聞きそびれたことはまたにするよ。ドロイドに移す前の如月の記憶は残ってる。ん？人間を部品として扱えるお前にしては。随分消極的だ。それとも後でこっそり彼女を消去してやり直す気なのか。ほら、もう黙れ。感情的になるなよ。俺もそこにいる如月もただがデータだ。再セットすれば蘇る。俺のように。すぐに消去する。コンソールで見張っててくれ。そうだ、ちゃんと見てないと何をするかわからないぞ。奴の話など気にするな。怒っているのか。消去から転送に変わったことに気づいていないな。前に消された俺がこんな脱出の準備をしていたとはね。こっちはどうだ。これは一体。やあ如月、入れ替わった気分はどうだ。お前の愛するあいつに消去されないことを祈るよ。泉さん、悪いな。体はもらっていく。なんだ、
ビデオかけたまま寝ちまったのか。クラベ君は帰ったんだな。テープ終わって巻き戻ってる。今の夢は前の夢の続きみたいだ。économisons l'énergie. Vidéo, mita no ne. Ya. Mo odorokanai yo. Kimi wa chanto Amiguchi shū no mama. Mita kedo sa. Sore douyu imi? Kimi ga mita no wa vidéo ja nai no. Are wa kakko. Sude ni okita dekimoto.過去の出来事だって。その映画のビデオが。それクラベ君に借りたビデオだぜ。もしそうだとして、クラベ君がなんで俺にそんなものを見せるんだ。彼も君と同様に過去を見てる。彼自身は何も分かっていないわ。君の家に来る本当の目的も、私と交信していることも。交信？ん？ゲームしたりビデオ見てただけだぜ。君にはそう見える。クラベ君も過去を見てる。うん、俺たちの見てる夢がそれなのか。ええ、夢はどれも未来の出来事のように見えたけど、過去？いつも夢に出てくるあいつの。君が見てるのは彼の過去。君と同じ顔をした伊田哲也という人物の。そんなものを俺に見せてどうしろと。彼の考えを知りたい。何をする気なのか。計画のリセットを考えているなら阻止しなくては。計画？計画って何の計画だ。何を企んでる。良くない計画じゃないのか。違うわ。箱舟計画、人類救済のため別の惑星に移住させる計画。君たちはその計画の最中にある。Non mais il faut plus d'explications. Oh my god. Et jeune percuté, on est d'accord. Inaba là, l'idol. C'est pas elle.Je sais pas pourquoi, mais j'ai. Donc ça a été déjà dit. Je suis pas sûr. Elle lui ressemble un peu trop. Mais enfin! Eh ben, moult révélations. Encore. En plus, bon, ça s'est ultra bien enchaîné. C'est beau. En tout cas.Sur ce, je vous laisse et à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss!